はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、サンダルフォン、トリプルゼロどうして空は青いのかの方シナリオをクリアすると、最終条件解放されてたんですけれども、まあ、こちらの方がレベル100になりましたので、今回はこちらの方をお試しで使ってみようと、まだ使ってない感じで使ってみようっていうような感じの効果にあのコーナーになっております。でね、あのサンダルフォン特別なフェイトエピソードみたいなのがなくて、レベル100になった瞬間に、アビリティ1アビがね強化されたので、ああそうなんだっていう、まあなんかちょっとフェイトエピソード見てみたけど、なんかこう追加シナリオみたいなのはないみたいですね。だからまあまったりやってもいいのかもしれない、うん、で、まあどんな風にサンダルフォンが強化されたのかっていうと、まず奥義が強化されます。奥義の効果が、なんかこうパラダイスロストっていう、まあ光攻撃アップと光追撃がつくよっていう、まあすごいスキルに変化してて、で1アビがね、あの敵対心アップとかがついて、ちょっとこうカウンターをしやすくなったっていうのがある。で、2アビの方が HP 回復が強化される。奥義パラダイスロスト使用後に常に2回発動するようになるみたいな感じで、まあ、あの耐久力が上昇したっていう感じかな、うん、で、あとサポアビが1個変わりました。サポアビの方が、ターン開始時弱体効果が稀に1つ回復するよっていう効果だったんだけど、それが、必ず毎回1個回復するようになった。安定して回復するようになった。で、あと活性効果っていうのがサポアビにつくようになった。まあ、活性効果っていうのは HP が減ってたら回復、 HP が満タンだったら奥義ゲージが増えるよっていう効果なんだけど、まあ、サポアビでね活性がついてるっていうのはとんでもない感じになってるし、まあ、あともともとあのサンダルフォンって強かったんですよ実は、うん、あのマグナ編成のケンパとかだったら全然そのスタメンあり得るぐらいの3アビが強かったんですよね。味方全体のクリアップとかがその光マグナの編成にはかなりマッチしてたように思うんだけれども、まあ、そこがさらに強化されたっていうことで、どんな感じになってくるのかっていうのを試してみたいと思います。まあ、今回の編成はこんな感じでいきます。あ、トライアルでいくんで、ちょっと HP 減らし用に増量採用しました。で、武器編成は、この同点上等っていう風になってるんだけど、紅葉効果とあのあれつけたらどうなるんですかね。紅葉効果と光明効果ついたら奥義ゲージ1ターンで 20% 増えるんだったら面白いですけどね、うん、まあちょっと実際にやってみましょう。行ってみます。レッツゴー。これです。ういで、まあアビリティとしてはカウンターがどんぐらい来んのか、カウンターどんぐらい来んのか見たいからさ、あの攻撃してくる敵にしようか。攻撃を行ってくる敵にして、よいしょ。で、まあ通常攻撃1アビ使ってとりあえず殴ってみるわ。ボンバ、これで奥義ゲージがどんぐらいになるのか気になるね。奥義、敵対心アップが4ターンぐらいかかるんだよね。ミス、今何パーかかった？ 87？ ちょっと待ってくれ。 87？ まあ100じゃん。ミスじゃん。カウンターじゃん。ちょもう一回やらして。これで 20% 増えるかって話だよな。これで 20% 増えたらあれじゃん、白き羽効果ミス 20% 増えてるわ。しかもさ、これあれじゃん。ってことはさ、あのあれと相性がいいですね。あのゼノコロウ剣、ゼノコロウ剣とはすごい相性が良さそうな。奥義ゲージがあれたまるから、で今白き羽効果ついてるから1アビが2回発動するんだね。じゃあちょっとやってみますか。よいしょ。どんぐらい HP 回復するんだろうね。なんか回復量も増えてるみたいな感じだった気がする。なんか最初800ぐらいだったよね確か。800ぐらいなんだけど、まあ、あのこれを使うとどんぐらい回復するようになったのか。1000回復。ほう、なるほど。あ、もう一回奥義使わないと楽園追放効果はないんだね。まあ、1回で1000回復。だいたい7、800ぐらいだったような思うんだけど、それが1000になった。で、楽園追放効果があると、これが常時2回発動するようになる。2アビが2回発動するようになるから、1回で 2000HP 回復するようになる。って考えると結構強いよね。なんか奥義効果がすげえかっこいいという話を聞きました。パラダイスロストの。うん、まあ、アインソフオールも良かったけどね。あ、僕もね、フクロウをちょっとこう、代名詞にしてるものとして、オールと言われるとね、ちょっとこう、シンパシーを感じたんですけども、トライアタック。うん、この白き羽効果は、次の奥義がパラダイスロスに変化する。なるほどな。まあ、でもゼノコロウ剣は相性いいっすね。まあ、カウンターもあるから奥義ゲージ増えるし、案外その2回目の奥義を打つっていうのはあの難しくないのかもしれないですね。7ターン目でできてますね今回に関しては。紅葉効果で100になるじゃないですか。
じゃあちょっと一夜ビューとか願いは消させない、アローンインヘル、まああのカウンター中は敵対心アップが常時発動してるから来た。約束を俺は守る。パラダイスロスト。五光が五光が出てるね。という感じですね。まあ、追加スキルとしては光攻撃アップと光属性追撃効果。どんぐらいあるんだろう。ターンは2ターンですね。これターン2ターンか。あーなるほど。ちょっと殴ってみましょう。30万、結構強くない？え、結構強くなかった今。え、どんぐらいでした今。28万の、え、5割？いや5割はないな。 40% から 45% ぐらいあったよね今。とんでもねえなすごいな。だって奥義使ったらそれだけ出るんでしょ。え、すごくない？普通に強くないですか。でこれニアビ使ったらさ2回回復するじゃん。 HP2000 回復で180万ダメージでしょ。強っ。え、ちなみにだけど孔明の活性の再生 HP 回復どんぐらいなんだろう。すごいなんか順当強化というかアークデトネーションでこれ攻撃食らって500。え、500って高いぞ。常時500回復するんでしょ。え、すごくないこれ負ける気がしないんだが、このこれ普通に負ける気しなくないですか。でしかもさ、サポーターアビリティ、リミテッドサポーターアビリティで奥義使うと攻撃力上がるっていう累積バフがついてんだよね。え、これめちゃくちゃ強いぞ。だってこれで奥義打ったらさ、紅葉つくじゃん。紅葉ついて28万。あ、アインソフオールになるんだ。あ、なるほどね。パラダイスロストの後アインソフオールになるんだね。あ、そっかそっか。じゃあ2回打たなきゃ、あ、もう一生パラダイスロストになるわけじゃないんだ。あー、はい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 、そういうことか。でもう楽園追放がついたらエクリプティカニアビだけは一生つくっていうような感じになってるんだね。ということで、うん、これマグナ編成でめちゃくちゃ強いぞ。 HP1000 回復っていうの分かったからちょっとキャラクター変えてみようか。まあ、例えばだけど、まあ、今現在でそのなんつーのシャルロッテとかを入れてたと思うんだけど、シャルロッテ抜いてもいいんじゃないかなっていう風に思うぐらい。例えばセルエル、これでいいんじゃない。ぶっちゃけシャルロッテ、まあ、シャルロッテは安定、本当にチェインバーストずらしとかをするなら安定する感じのキャラクターになってると思うんだけど、例えばだけど、ちょっとじゃあこれでデバフ入れてみるね。うん。で、まあ、今までのその課題として、まあ、知ってる方は知ってると思うんだけど、デバフ加減に入れても、ちょっとだけ火力が足りないみたいなことが結構あったんだよね、光パって。だから、そこら辺を補うために、その、なんだろう、セルエルとか、奥義クリティカル確率アップみたいなのが入ってるのがすごいいいよね、みたいな感じだったんですよ、昔は。でも、その、47万とかで、まあ、ここら辺をその補えるっていう意味で、そのサンダルフォンの3ガビがすげえ良かったんだよね。4ダメアップとクリティカル確率アップ。だからこれはこれで今までもスタメンもワンチャンあったよねぐらいなイメージだったと思うんだけど、まあ、それがその純粋に自身の火力も上がるっていうところを考えると、うん、そこら辺もなんかいいなこれ本当にスタメンありですね。なんか例えばルシオ、まあアビリティニアビが2回発動でちょっとこうあれだアウトオブジアシス思い出すんで、ルシオとかを考えるとね、まあちょっとこうアビリティ的に似通ってるかなっていうふうに思うんだけど、結構 HP 維持とかもしやすい、孔明がついてるからね、死にづらいっていうところもあっていいんじゃないかな。強い気はしますね。まあここでちょっと主人公の通常ダメージ見てみると、よいしょ、56とかは出るんだけど、まあ、そこら辺でそのセルエルの奥義火力アップにクリアアップみたいなのが欲しかった、48万。そこら辺をその火力の補いができるから、うん、そこがいいところだよね。まあ、例えばミトロンの弓とかをつけてる場合だったら、その1アビアローンインヘブン使えばカウンターもつけるから、そのカウンターもつけてその攻撃回復とかできるっていう風に考えると安定性がすごい増すね、パーティーとしての、うん、
パーティーとしての安定性が待つのがすごいいいところかなっていうふうに思いましたね。まあカウンターでターゲットを呼んで、うん、あの敵対者アップもつくからターゲットを呼んで、その後にそのターゲットを呼んだ後自分のエクリプティカで自分だけ回復するっていう、その味方全体の HP をその高めの水準に保たせることができる、まあ、今までその光のヒーラーっていうとやっぱフュンフだったりとかそういう系を採用を考えなきゃいけなかったんだけど、攻撃寄りの耐久重視っていうのはなかなか、うん、役割として面白いのかなっていうふうに思いましたね。まあ、あのアバターで使うっていう意味でもありなのかなと。15連10連戦とかの場合だったらサンダルフォンを入れてそのチーム全体の耐久を増しておこうみたいなムーブは全然ありな感じだと思うんで、サンダルフォンそういう意味でも使いやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。そんな感じで、サンダルフォン実際に使ってみた動画でしたよ。いかがでしたでしょうか。もう普通に強かったよね。普通になんか強くてビビったわ、うん、なんか面白そうだったんで、まあ、もしちょっとこう光キャラクター特に最終ゾーンがいないよっていう場合だったらセルエル、アルベール、サンダルフォンとかセルエル、シャルロッテ、サンダルフォンとかもう全然サンダルフォンスタメンあり得ると思うんでぜひとも入れてみてください。レベル100にしてみてくださいっていうような話でございました。そんな感じでサンダルフォン評価でした。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。